この本日一日存分に楽しんでいただいて、黄金週間の良き思い出としていただければ幸いでございます、うん、さあ本日も多くの方がこの舞台上にてお客人の皆様方を盛り上げてまいる。南條殿、うん、本日のスケジュールとやらをスケジュールでござるな。まずはこの後10時半より我ら熊本城おもてなし武将隊のステージと相成りまする。その後は11時からステージショー熊田正史殿のステージがございます、ね、芸人さんでございます。この後1時から13時からまた我らの熊本城おもてなし武将隊ステージが執り行われます。その後でございますね、14時からん11時半からでございますね。ちょっと落ち着け。申し訳ござらん。南條殿ちょっと落ち着け、うん、まずはこの後10時30分より、はい、我ら熊本城おもてなし武将隊の舞台、うん、その後は何じゃ。11時から熊田正史殿、ほ熊田正史殿の舞台。11時半からご当地ヒーローショーでござる。お、ね、ご当地ヒーローとなんと誰がいらっしゃるんじゃ。こたびは恐竜戦記ジュグリッター、うん、そしてうん、他にも人吉で活躍しておるという噂の、よしとるね、もちろんじゃ肥後熊本を愛する同志だからな。ああそうかそうか。他にもまだおるんじゃ。シエル07、お、うん、他にはネオリアルというヒーロー。なんと3人もヒーローが来てくれる。3人もヒーローが、これはすごいことになるぞ、ね、ぜひとも皆様方こちらの舞台もお楽しみに。さあその後は、さあその後申し上げござらん、1時から熊本城おもてなし武将隊ステージが執り行われます。あ、その後14時から2時でございますね。その時間からは肥後丸隊のステージと相成ります、ね、うんうん、その後は14時45分から熊田正史殿のステージがまた行われますので、なんと2回もやってくださる。2回も楽しみでござるな。いやぜひとも皆様方お楽しみに、うん、そしてその熊田正史殿のステージが終わった後15時20分よりご当地ヒーローショーがまた行われる。なんとヒーローたちまた来てくれる。またもうまた来るんじゃ。拙者も見たいんじゃこれ。いやこれは嬉しいの、ね、ぜひとも皆様方本日の催しも最後までお楽しみいただければと思うしない、うん、もちろんその他にもこちらブースなるものが展開されております。熊本の歴史が学べる、熊本城の歴史を知ることができる、そういったパネル展であったりスタンプラリーなるものがあったり、さらには肥後熊本にて行われる世界大会の PR ブース、こちらもございます。そして美味しい食のブースも多々ございます。ぜひとも皆様方本日一日を通しこの二の丸広場にて存分にお楽しみいただければと思う次第。それでは早速我らの舞台を始めてまいろうか、うん、まずはの我らの舞台は皆とともに時の声を上げて始めてまいりたいと思う。それがしがいざ出陣と申したら大きな声でおおという返答をぜひともお願いしたいのでございます。うん、一回練習してまいろうか。練習してまいろうかな。ポカーンとされてしもうたわ、うん、ね。さあ後ろに座っとる方々もぜひともご協力よろしくお願いいたしますね。さあ拳の準備を、うんうんうん、南條殿もしっかり大きな声出すんじゃよ。もちろんじゃ。お手本じゃからな。お手本を見せてやる、うん、いざ出陣と言うからみんながね大きな声出してな。練習じゃねえわ。あ、ええ、説明じゃよ。これ毎回引っかかるんですよ皆様方。松井殿、いや次はしっかりと、うん、次はしっかりと練習、しっかりと大きな声出して練習してまいりましょう、うん、練習してまいろ。いくぞ、うん、いざ出陣。おお、おなかなか良き声が出ておる、うん、皆様その調子で存分に大きな声でよろしいお願いいたしますね。通りがかりの人もぜひとも今だけでも構いませんから、はい、あ、 ありがとうございます。 ありがとうございます。大きく手を振っていただいて、はい、おーとだけ言っていただければ大丈夫でございます。さあそれでは本番でございます、うん、皆様拳の準備をお願いいたします。それでは参ります。熊本城おもてなし武将隊いざ出陣。おー、
皆様方、いや素晴らしきのヒーローショーでござった。楽しんだ赤の皆様方、小さき若君姫君はの思う存分楽しんでくれたと思うけれどもな。さあ楽しい時間はあっという間じゃな、沖縄。さようでございますな。もうのこの熊本城新緑祭のこの舞台での催しはこれにてしまいと相なる。時間が許す限りのこの新緑祭まだまだやってるけれども、時間の許す限りお客人の皆様方は楽しんでいただきたいと思うけれども、この舞台の締めくくりを我ら熊本城おもてなし武将隊がしてまいる。よろしくお願いいたします。そしての我らの締めというたならば勝ち時じゃな。ではこれより皆様方と共に勝ち時を取り行ってまいろう。殿、その前に皆様方、先ほどまでこちらで活躍してくださっておられた方々をこの場にお呼びし、皆と共に勝ち時を挙げてはいかがでございましょうか。なんと本当かそれは。はっ、ではちょっと呼んでまいろうか。呼んでもよろしい？呼んでもよろしいか皆様方。おそれがしはヒーローの方々だけかと思いきや、なんと総勢皆様でいらっしゃるということで、では皆様に登場していただきましょう。皆様大きな拍手をお願いいたします。お願いいたしますね。おすごいよ、ありがとう。さんじゃすごいの。ああ抱きつくなのし結構な。いやはや素晴らしきの舞台であったな。いやありがとうございます。でもこれよりはみんなで勝ち時を取り行うということかの。はっ、あではこれより勝ち時を皆様方と取り行ってまいる説明を沖縄が。はっ、かしこまりました。我が説明しとる間、黒田様それ飲んでいただいて構いませんから。ダメじゃって言うとるだろう。さあこれより我が主君細川忠興様が勝ち時じゃそれと声をかけます。さすれば皆様方は拳を天に突き上げ、みたびえいえいおーえいえいおーえいえいおーと大きな声で返答をお願いいたします。さあ皆様方、拳の準備をお願いいたします。さあでは拳の準備を、皆様方もな拳の準備をお願いいたせ。さあそれでは参る。ここに集いし皆様方のさらなるご多幸、そして熊本2019フェスタ盛況を祝し、活躍じゃそれ、えいえいおえいえいおえいえいおありがとうございました。時間の許す限り楽しんでってくだされ、ありがとうございました。もうそれではそれがし抜きで写真撮影が始まっております。それがしが舞台上で喋って皆様を呼び込もうとしたその時、それでは皆様すでに写真撮影を始めておられる。それがしは仲間外れですか皆様。正義のヒーローがそれで良いんですか。トロ、後でお説教がございます。お、来てくださった、ありがとうございます。さあ皆様大きな拍手でお迎えくださりませ。決めの構えをして写真に写っていただきましょうね。もう好きなように入り混じっていただいて、はい、どうぞどうぞ、もう好きに、もう自由に。なるほど、そういうのもあるのか。なるほど、なんか今日寝てるんですけど、好きなようにしとこう。まさかそれがしね、ヒーローの皆様のこんな姿を見られるとは思ってもみなかった。さあそれでは皆様方、ちょっとお客人の数も多いので目線を3方向に向けてまいります。正面、右側、反対側と目線を向けてまいりますので、まずは正面。では皆様方、おー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 、良いですよ、もう自由に。さあ今のうちに好きなようにお取り出せ。では10秒数えてまいろう。10、9、8、
8、7、6、5、4、3、2、1。ではまずは右側、我らから向かって右側に目線を向けてまいりましょう。さあ準備はよろしいかの、では参ろう。10秒数えます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。しまいでございます。さあ反対側、左手側に目線を向けてまいりましょう。せっかくならまあ握手しながら、なんかちょっと南條殿に似てますな。似てる、神じゃろ、神。隣に巻いて、隣に巻いて。さあそれでは10秒数えてまいります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。しまいでございまする。さあ皆様、しかと写真撮れ申したかな。誠にありがとうございました。これにて熊本2019フェスタ熊本城新緑祭、この舞台での催しは終了と相なります。ヒーローの皆様方、誠にありがとうございました。さあ皆様、向かって左手側、あちらには様々なブースがございます。こちらはまだ行われておりますので、この後はそのブース、ぜひとも足おもてなし部招待もこれにて失礼いたします。皆様誠にありがとうございました。